川、逆瀬川の上流にある柏峰に登ってきたのだ。柏峰の馬の背を通って北側の切り立った尾根を降りて水場を通って帰ったのだ。切り立った尾根はナイフリッジと呼ばれるところで、注意しながら進まなきゃいけないのだ。家の近所の消防署で温度計を見たら28度もあったのだ。阪急大林駅から逆瀬川側に抜けるのだ。途中の住宅地で車が変な位置で止まってるなぁと思ったら、丸々と太ったタヌキの死骸があったのだ。宝塚西高校のところを抜けて、さらに逆瀬川を遡るのだ。いいけどな。至る所にクモの巣があるのだ。やぶこぎ状態だぞ。西宮や天ヶ崎側の海がよく見えるな。あの明かり、大谷のっぽしのあたりかな。
山の瀬に着いたのだ。うっすらと太陽が顔を出してきてるのだ。ぐるっと360度回ってみるぞ。山と海がよく見えるのだ。この先、北側に降下し、ナイフリッジと呼ばれる鋭利な稜線をたどっていくのだ。
ープワークが出てきたらナイフリッジの終盤に近づいてるのだ。水がたっぷり流れてるのだ。しながら帰ったのだ。